これよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。So Vikings, second down 10. Second down 10. Pass incomplete. Pass incomplete.Player choice, screen pass, but pass incomplete. Sada. しかしエールズ2番、素晴らしい対応力でした。あわやインターセプトし、そのままタッチダウン戦かという素晴らしいカバーでした。2番は石井です。広島大学出身。セオバイキングサランテン、パスインコンプリート。レイブズ素晴らしいプレッシャーをかけました。クォーターバックなんとかパスを投げましたが、しかし浮いた球、あわやインターセプトという状況でしたが、これは結果的にレイブズ補給できず、パス不成功、フォースダウンに変わります。セオバイキングスフォースター、セオバイキングスフォースダウン10、パンクフォーメーション。ここでトラブル発生したか、判定待ちます。幸いエールズが抑えておりましたので攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、オフェンスセオブ、攻撃リードの方とエールズに変わります。さあエールズの攻撃となります。エールズ自陣14ヤードからファーストアンテン。さあまずランプレーを投入しました。中央突破を図りまして、ゲインは約2ヤードとなっています。キャリアは22番の山下、摂南大学出身、そしてチームを設立しました代表でもあります。彼が起業と同時にこのチームを設立したことで、このリードヨーとエールズの伝説は始まりました。リードヨーとエールズセカンドダウン8、これはバイキングスナイスディフェンス。プレー選択はトスしての右オープンへのスイープレー。バックセオバイキングスナイスパッシュノーゲインサラオフェンスナイスゴーライトオープンバイナイスディフェンスバイバイキングスイープワンアンゲインスサランサラダウン変更します。リーダーフォードエルズサダウン7。ナイスディフェンス。ここでプレーアクションからクォーターバック4番パスを投じんと下がりましたが、この一瞬の隙を突きましてバイキングスディフェンスに殺到しまして
ナイスタックル、ロスタックル、エルズ、フォースダウン。小井野さんのメッセージありがとうございます。エールズブライトのメッセージと、そして韓国から熱いのが来てくださりありがとうございます。韓国チーム頑張ってくださいの両チームのメッセージありがとうございます。さあリターンいった、果敢にリターンしました。バイキングス47ボールオンエネミー35オフェンスです。サウンドバイキングス35オフェンスです。ボールエネミー35サウンドバイキングスパサンテ。ランプレーキャリア44レフトサイド、しかしエールズ対応します。ノーゲーダウンセカンダーセオバイキングセカンダウン10。チャンスランプレーキャリア42コースライトサイドゲインフォーヤーキャリアナンバー42ナイスゲインセオバイキングサダン6パスインコンプリート。プレーコールロングパス。ターゲットナンバーワン。バックパスインコンプリート。フォースダウン。パスインコンプリート。パスワン成功。It was nice shot by quarterback number 18, but it was overthrown, so pass incompleted. A fourth down six. And the time is 5 minutes and 45 seconds.Play full sound gamble. QB sack. Play choice pass. しかしこれをエールズ5番が QB sack。パスを投じる前にしてみまして、この4回目の攻撃失敗としました。攻撃が変わりまして、テイクオーバー、リードインフォートエルズに変わります。見事この状況、QB サックでしのぎましたが、リードインフォートエルズ5番に出ました。近畿大学出身、チームキャプテンです。彼の奮起がリードインフォートエルズ存続となり、X2 昇格につながりました。エールズ自陣39ヤードからの攻撃に変わります。リードの、リードエフォートエールズファーストダウン10。さあ左方向へのプレーピッチ受けました。34番、左オープン展開を図りまして約4ヤードのゲインです。ここでホイッスル、レフリーズホイッスル。インジュリータイムアウト、インジュリータイムアウト。
エールズはかつて創部3年目で昇格できなければ敗部するという非常に強い公約を放った時期があります。入れ替え戦にはたどり着きました。しかし昇格はこの時にならず、そこでチームは途絶えかけました。それをしかし山下奮闘しまして、代表である山下を口説き存続させ、そしてついに X2 に昇格するチャンスを得て今季 X2 に挑みます。ひとたびついえかけたその思いをつなぎ止めまして、エールズ現在 X2 にあります。リードエフォートエルズ自陣44ヤードからセカンドダウン6。中央行ったファッサーキャリアン10番ハンドオフ託されまして、中央突破、一気に攻撃権更新を果たしまして、リードエフォートエルズファッサー見事攻撃権更新を果たしたのはチーム代表ナンバー22番の山下です。ナイスゲームバイナンバー22アイド。ここでウォーターブレイクが入ります。プレイスファーストダウン、ナウ5ミニッツウォーターブレイク。小井野様、高評価ボタンありがとうございます。ご覧いただいている方々にお願いございます。できる限り多くの方々にチャットメッセージ忌憚なくお願いいたします。これらのメッセージの多さが YouTube の他の方々へ斡旋するプログラムが働く一つの重要なキーになります。また同じく高評価ボタンも同じくその推薦をする際の重要なキーファクターになります。これらの試合をできる限り多くの方々にご覧いただけますよう、何卒ご協力よろしくお願い申し上げます。さあ試合再開となります。リードウェイフォートエルズ相手陣47ヤードからファーストダウン10。まだ行くインターセプト、パーマバー。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにどの段階で発生したでしょうか。ペナルティーズリターンチーム、ブラインドサイドブロック、ペナルティー10ヤード、バッターノーバー、インターセプトコンプリート、ターンオーバー、オフェンスイズセオバイキングス。パスインターセプトは成立しています。先ほどのプレー、リターン中に発生した反則です。リターンチームとなりましたセオバイキングスに、背後からの不正なブロックがありました。この結果10ヤードバッタリとなります。しかしこれはインターセプト成立後の反則となりますので、インターセプトは有効となります。従いまして攻守交代です。ターンオーバー、見事そのインターセプトを決めましたのは
ソウビキングスナンバー30パク・ギョンギュン。お越し様、観戦およびチャットラインのメッセージありがとうございます。お越しいただいてるんですね。また後ほどちょっとよろしければお声かけてくださいませ。そうですね、チャット欄へのメッセージを入れていただけること自体は非常に、これは他の方々にこの配信を斡旋する機能が働くという重要なキーファクターになります。なかなか現地観戦しながらは大変かと思いますが、ぜひご協力よろしくお願いいたします。さあ攻撃権変わりました。オフェンスサウバイキングス、ボールオンオン32ファーストアンテ。パスインコンプリート、パスインコンプリート。セオバイキングセカンドダウン、セカンドダウン10。セオバイキングセカンドダウン10。ランとザミドキャリア44ゲイン4ヤード4ヤードのゲイン。キャリア44ハンジェル、セオバイキングサダウン5。パスインコンプリート、パスインコンプリート、パスは成功、成功ロンパス、バッパスインコンプリート、フォーサー。果敢にロングパスを完行しようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーもありまして、パスが伸びず成功となっています。セオバイキングスフォーサー。フォーメーション、パンプフォーメーション。ヘンズリターン。前前出る。振り切った。タッチダウン。パントリターンした際にリターンナーズレワン、相手ディフェンスをそのまま横切るように左オープン独走、そのカバーを振り切り一気にサイドライン駆け上がりました。どうぞ走り込んでタッチダウン、リードエフォートエールズ、リターンナーズレワン岸田のリターンになりましてタッチダウンを上げまして6点追加となっています。岸田龍谷大学出身です。このトライポイントは失敗となりまして6点止まります。しかしリードエフォートエルズ26点、セオバイキングス0点、エルズさらにタッチダウンでリードを広げる形となりました。しかし素晴らしいパントリターンタッチダウンでした。
相手の川をすれ違うその一瞬タイミングつきまして岸田一気にリターンを敢行し、そして相手を置き去るようにサイドライン駆け上がりまして追加点となるパントリターンタッチダウンを決めまして、さらに差を広げております。さあ瀬尾バイキングスとしては何としてもタッチダウンを1本返したいところでしょう。リードイフォートウェルズのキックオフで試合再開となります。瀬尾バイキングスリターナー42-97。バイキングスリターン、リードフォートレスのキックオフで試合が再開。ただ42ボールオン29セオバイキングスファーサン29ヤードよりファーストダウン10。セオバイキングスボールオン29ファーストダウン10。ここでソウルバーキングス後半2回目のタイムアウトを取りました。勉強マセンチャーのメッセージありがとうございます。暑そうということは通り非常に高温という、フィールド上の体感だと思われます。湿度も非常に梅雨時ですのであるといった点でこの点が選手たちにもかなりの負担にはなっていると思います。しかし投手衰えないといったその奮闘を感じ受けます。さあその思い見どるでしょうか。セオバイキングスパーサーンテンランドゥザミル、ソウルバイキングスラニーバック44番キャリア42-44ゲインワイヤー、ナンバー44ハンジェルホイッスル、レフリーズホイッスル、インジュリータイムアウト、インジュリータイムアウト。天候面が非常に厳しいことは重々承知だと両チームは思います。しかし他国の選手と戦えるという貴重な機会でもあります。この一瞬一瞬を無駄にせんと両チーム奮闘しています。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。タイムアウトを解けましてソウルバイキングセオバイキングセカンドオンラインパスコンプリート、ナイスキャッチナンバー8ゲイン50ネットゲイン5ヤードゲイン6ヤード、
one strike, one run gain, and they also yellow flag. And the also is a four しかしペナルティ発生です。ペナルティ、イエローフラッグ。An injury timeout. のプレーオフェンスに反則がありました。ペナルティーズオフェンス、ブラインドブロック、背後からの不正のブロックです。しかしこの反則をエールズは取りません。プレーを成立させましてサードダウンに変えます。従いまして先ほどの8番のキャッチ有効です。ナンバー8キャッチコンプリート。ナンバー8イ・ジンポン。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。ゲームスタート。サウンドバイキングサダンフォール。レフリータイムアウトが来て、ソウルバイキングスタート。カウンターまで残り4ヤード。パスインコンプリート。パスインコンプリート。ターゲットナンバー8。パスインコンプリート。フォーサー。Sell backing sports star. Hosan Gamble.キュービーサーパスを投じようとバイキングス構えましたが、しかしこれを終えず9番が殺到しましてキュービーサー、結果的に4回目の攻撃失敗という形になりますので攻守交代、攻撃権変わりましてリードフォートエルズに変わります。キュービーサックしましたのはエルズ、9番の梅本でした。
近畿大学出身。相手陣30ヤードからファーストダウンテン。さあ左オープンエラープレー。34番相手タックル受けながらセカンドエフォートで約6ヤードのゲインとしています。ゲインは5ヤード。キャリア34番はヤギです。エールズセカンドダウン5、ボールオン相手陣25ヤード。パス不成功。クォーターバック4番ダブルアクションから右オープンに展開した7番にパスを投じましたが、これはバイキングスナイスパスカバー。パスインコンプリート。サーダンに変わります。ここでインジャリータイムアウト。インジャリータイムアウト。ゲームリスタート。ゲームリスタート。リードエフォートエールズ相手陣25ヤードからサーダウン5。ナイスディフェンス。中央のランプレーを展開しようとしました。しかしここにバイキングス83 76。ナイスカバー。フォースダウン。ナンバー76チョン・ソンジン。ナンバー83イ・サンヒョン。レフリーズホイッスル。リードホードエールズ後半1回目のタイムアウトを取りました。
ゲームスタート。ヘルズフォースダウン5。プレー組みました。フォースダウンキャブ。パス成功、ギャンブル成功。ここでパスプレーを展開。クォーターバック4番、中央切れ込んだ11番にパスを通しました。攻撃権更新。リードフォーターエリズファースター、見事このギャンブルシチュエーションのパスを通しました。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。取りましたのは11番井上、龍谷大学出身です。ここでエールズ後半2回目のタイムアウトを取りました。エールズ takes a time out、 セカンドタイムアウト。リードフォートエールズ後半2回目のチームタイムアウト。セカンドタイムアウトバイディオフェンスエールズ。ダメージ1ノクロ1ミニエールズ。ゲームスタート。リードフォートエールズ相手陣14ヤードからファーストアウト。パス不成功、パスインコンプリート。ここでクォーターバック4番右に流れながらパスを投じましたが、これはディフェンス、パスカットしまして不成功としています。ダウン変わりましてセカンダーに変わります。リードフォートエールズセカンダー。リードフォートエールズセカンドダウン10。試合時間残り59秒。パス成功。ワイドレシーバー34番パスを取りまして、そのまま外へで時計を止めます。ゲインは約3ヤード。まずここは時間を確保する短いパスを通しました。キャッチしたのは34番の八木。エールズサーダン7、ボールオン相手陣10ヤード。試合時間残り52秒。パス不成功、パスインコンプリート。クォーターバック4番右に流れてターゲットを探しましたが、ディフェンスプレッシャーありましてパスを投げ捨て終了としました。フォースダウンに変わります。クォーターバックチョイス、スローアウェイ、フォースダウン。エールズフォースダウン7。さあフォーメーション組んだ、プレーに入ります。フォースダウンギャンブル。パスインコンプリート。ここで選択したのはパスプレー、ターゲット11番、しかし そのパスオーバースロー。4回目のプレー失敗ですので攻守交代となります。攻撃権変わりましてソーバイキングスに変わります。テイクオーバーオフェンス、ソーバイキングス。クロックタイム36。ここで攻守交代、攻撃権はソウルバイキングス。それ、 you are supposed to dance, so it's a turnover.
the Vikings offense is about to take a drive.さあ攻撃権を取り返す形になりましたサヨバイキングス。残り時間36秒の攻撃に入ります。ゴールオンは自陣10ヤードゴールオン10ヤード。サヨバイキングスファーストアンテンブロック36。セオバイキングスまだ勝負は決めておりません。素晴らしいビッグプレーが出ました。さあエンドゾーンまで残り25ヤード残り時間24秒でかけてこの距離を詰めます。タッチダウンなるでしょうか。ゲームリセットセオバイキングスファーストアウトスパイククロックストップタイムナインティセオバイキングスファーストアウト攻撃前パスを叩きつけましてパス失敗とし時計を止めました。ダウン1つ失いますがしかし残り時間19秒確保しています。セオバイキングスセカンドダウン10しかしプレッシャーからパスをロススリップしその方向性を失ったボールを取ったのはリードイホートエンズ。インターセプトを24番決めまして攻撃権を出し攻守交代しリードイホートエンズに攻撃変わります。見事インターセプトしましてバイキングスの攻撃を断ちましたのは24番の小林でした。京都工芸繊維大学出身です。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトを取られています。
タイムアウトを取りまして試合再開となります。テイルズファーストダウン10。2ダウン、時計を回します。両者神田の時です。ここで試合時間なくなりました。試合終了です。試合終了となりまして、リード予報とエルズ26点、サヨバイキングス0点、リード予報とエルズの勝利としてこの一戦終わりました。しかし両チーム見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスゲームでした。日韓親善試合、リード予報とエルズ対ソウルバイキングスの試合は26対0でリード予報とエルズが勝利いたしました。シャオバイキングス、残念ながらこの試合は敗戦という形になりました。しかし素晴らしいプレー3件ありました。これからのチーム、非常に期待が持てる素晴らしいチームです。これからに期待したいと思います。ナイスファイト、シャオバイキングス。これより表彰式に移ります。英語のコメント、非常にありがとうございますというメッセージですね、いただけてますが、本日は実は、本来ならば
英語実況としまして、外国に精通しております元日本一のクォーターバックである川久保君に、英語の実況をしていただく予定でありました。しかし彼の語学力を考えますと、できれば選手に直接そのエールメッセージをお送りしたいと思い、急遽場内実況の方で川久保君に実況していただきました。彼の実況非常に素晴らしかったと思います。私の英語は残念ながら学の伴わない非常に拙いものであったと思います。彼の代わりになったかどうか定かではありませんが、しかしいくらかでも皆様のお耳に届きましたら幸いです。また川久保君の実況が叶いましたら、これからもぜひご注目ください。素晴らしい実況を川久保君披露してくれました。ありがとうございました。まずは本日午前中に開催されましたフラッグフットボール大会の表彰式を行います。さあまずはこの試合に先立ちまして行われておりました小中学生による小学生によりますフラッグフットボール大会の授賞式です。これからの将来を、そしてオリンピックの代表を担うその金の卵たちの表彰式になります。豊中ブルーラムズです。グランド中央にお越しください。受賞おめでとうございます。そして優勝しました王子ドルフィンズの受賞です。優勝おめでとうございます。続いて MIP の発表です。そして先ほどの親善試合の MIP です。豊中ブルーラムズ高谷リラさんです。失礼しました。そのフラッグフットボールの MIP の受賞です。 MIP 受賞おめでとうございます。高谷里奈選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは最後に MVP の発表です。 MVP は王子ドルフィンズ野村優斗選手です。そして MVP は王子ドルフィンズの野村優斗選手です。画像を乱れましたが受賞おめでとうございます。
続きまして、WBP グループプレゼンツ日韓親善試合、勝利チームへトロフィーの授与が行われます。そして先ほどの日韓親善試合の勝利チームに勝利トロフィーが授与されます。中央へお願いいたします。勝利チームのリードエフォートエールズ山下キャプテンに勝利トロフィーが贈られます。勝利おめでとうございます。皆様大きな拍手をお送りください。続きまして MIP 賞の発表です。MIP 賞を受賞するのはナンバー47、びっくりした、シン・ヒョンソル選手。 MIP ソウバイキングスナンバー47、シン・ヒョンソル。コングラチュー。選手おめでとうございます。夏の非常に厳しい暑さの中でありますが、両チーム素晴らしい奮闘を見せていただける見事な祭典となりました。日韓両チームのアメリカンフットボールに対する思いが非常に募りました見事な一戦でした。両チーム、そしてこの試合をご覧いただいた皆さん方大変ありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の舞台としてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしていくのかもしれません。
あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。この試合をもちまして X リーグは、春の公式日程戦を全て終了する格好となります。各チームはこれから、鍛錬研鑽の夏に入り、そしてそれを乗り越え再び試練激闘の秋に挑みます。その果てに本会の地となる場所を手に入れるのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景楽しみとしつつ、本日の配信終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は、今回の日韓親善試合実行委員会の皆さんの許可を得まして実現いたしました。その協力助力に、かつての、高校日本一のクォーターバックであった川久保君にも協力いただきました。非常に多くの方々のご支援ありましてこの配信になりいたしました。またチャットでのメッセージありがとうございました。私の励みにもなります。両チーム、そしてこれからのアメリカンフットボールの大きな足しになるという感じを受けました。機会叶いましたらまた配信でさせていただきます。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。お疲れ様です。